と。土石流災害の現場となった熱海市伊豆山地区には被災者らが集まり、犠牲者を悼み黙祷を捧げました。娘だ息子だ、帰ってくるふるさとを早く築き上げたいですね。去年7月に熱海市で発生した土石流災害では、災害関連死を含め27人が犠牲になり、太田和子さんの行方が分かっていません。警察は今日およそ90人体制でドローンを飛ばしたり、小型船などで伊豆山港付近の海上を確認したりするなどして、太田和子さんの捜索を行いました。